NBC。 さあ今回も始まりました、釣り祭り in 前川ダム。今回はどんな人たちの笑顔に出会えるのでしょうか。全国チャリティー釣り祭り、開催式を行いたいと思います。各会場、メイン MC をさせていただいております落語家の立川しららです。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。この全国縦断チャリティー釣り祭り、今年で5年目を迎えました。でこちらの会場をお邪魔させていただいてちょうど5回目です。で皆さんにですね、朝受付をしていただいた際に、500円ですとか300円のですね、参加費をお支払いいただいております。これはもう第1回のですね、ものからずっとプールさせていただいておりまして、チャリティーとしてですね、もうちょっとまとまったお金になってきております。こちらのですね、集め皆さんのご協力のおかげで集めさせていただいたお金、青少年健全育成の目的に集めさせていただいております。こちらはですね、例えば皆さん の自治体ですとか自治会なんかでですね、こういった子どもたちがこういった活動をしているんで、こいつ人たちに協力してあげたいよみたいなものがありましたら、釣り祭りのホームページをご覧いただきまして、その要項にのっとってですね、お知らせいただければ僕らの方で申請ができるような調整をさせていただきますので、ぜひですね、そういった情報もどんどん、いただければと思います。なるほど、参加費はチャリティーとして使われているんですね。おはようございます。我々はですね、ヒューマンアカデミーは、横の輪を広げようスローガンにこの釣り祭りを開催しております。本日ですね、先ほどもおっしゃってたように非常に高温が予想されますので、くれぐれも気をつけて安全に一日楽しめたらなと思います。以上です。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。今年の釣り祭り、ここで開催できてとても良かったと思います。先ほどの話あるように熱中症のことどっか頭の隅に入れといてくださいね。頭の隅に入れとけば対策もできると思いますし、リスタートしたいと思います。今の説明を守って、安全に過ごしていただけたらと思います。さあ今回も前川ダムで5回目の釣り祭り始まりましたよ。よっしゃ、お、いきなりヒット釣れました、前川ダム。大丈夫ですね、更新なし。はい、一応見せてください。こちらでも釣れたようです。40、41。おお、大丈夫、痛くない。女性も大きなバスを釣り上げられました。はい、暑いですよね。水分補給をしっかりして安全に楽しんでくださいね。オッケーです。はい、オッケー。行きたいよパパ。子どもたちの姿も多いですね。暑くても外で遊ぶ、そんな子どもがこれからもっと増えるといいですね。どうですか？あんまり釣れません。一番でかいので30センチの。いいですよ。いや、なんかたまたまそこら辺投げしたら釣れちゃったんで。はい。お子さん釣ってほしいんですけど、なんか釣っちゃったんで申し訳ないなっていうあります。今回のキャスティングゲームは磁石で魚のぬいぐるみを釣るそうです。各会場でいろんなキャスティングゲームがあるんですね。投げるか、投げるか、チャレンジしていこうかな。投げる、
気が始まります。それでは皆様表彰を行いたいと思いますんで、本当無理はいません。日陰に隠れていただいてて結構ですんで、あの壇上に、入賞者が上がってきましたら、ちょっと拍手で健闘を称えていただけたらと思います。ではとりあえずブルーギル部門表彰したいと思います。残念ながらブルーギル部門入賞された方が、2位3位がいらっしゃいませんで、1位の方のみの表彰となります。ブルーギル部門優勝した選手の大きさが22センチ、22センチのおーという声が上がるようなブルーギルを釣り上げました、柏倉俊光さん。ブルーギルでエントリーしたあなたは偉い。偉い。それでは小森さんと一緒に写真を、はい、動いていただいて、それではブラックバス部門、はい、表彰したいと思います、はい、3位が39センチ、はい、丹波裕太さん、おめでとうございます。ゆっくり大丈夫です、走んなくて大丈夫です。暑いですか？暑いです。ゆっくり大丈夫です。おめでとうございます。39センチ表彰状と副賞です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。同サイズで、はい、2人同時優勝ということになります。サイズが40センチを超えまして、41センチ、共に41センチを釣りました、二方お名前を呼びします。鈴木健さん、チーム赤月さんの皆さん、どうぞ壇上にお上げください。おめでとうございます。鈴木健さんはお一人で、嬉しい反面悔しいところもあるんじゃないかと思いますが、じゃあまず鈴木さん、はい、はい、じゃあこっちです。でこれが副賞、はい、はい、おめでとうございます。もう一人、はい、上がっていただきます。もう一人上がっていただく、大勢の人を表彰したい。はい、肩を表彰したいんで、1位が2人、1位、2位、3位、なかなかないですよ。なんと3位の丹波さんを準優勝に繰り上げし、新たに3位の方を表彰しちゃいます。釣り祭りって本当にすごい。はい、3位の方、はい、35センチ、武田大志さん、桝賞状と副賞を受け取ってください。おめでとうございます。じゃああちら側に行っていただいて、バス部門、あの賞状持ってる方はいいですよ、あの手空いてる方は 手振って、はい、はい、入賞しました、はい、OK です、ありがとうございます。中がこれ空気が止まってるから、まずは帽子8個、はい、 J リーグの僕引いて読んじゃいますね、はい、なんでこの大会で J 前来てじゃんけんしましょうか、はい、どうこさまー、どうもグーじゃんけん、ほい、勝った人だけ残ってくださいね、勝った人だけ、はい、その2人で勝負してください。イエーイ、じゃあ勝ちました、おめでとうございます。こちらいきますよ、長い間お付き合いいただいてありがとうございます。いよいよ最後の商品です。さあこの人はじゃん、長沼大理さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、 OK です、終わりました、おめでとうございます。私どもこうやって利用させていただきまして、まあ、とてもこのフィールド今後も大事にしてもらいたいなと思ってますと同時に、まあ、自分たちでできることあったら精一杯やっていきたいなと思っておりますので、皆様もこのフィールドを大事に釣りを楽しんでいってほしいと思います。では今後とも NBC の方もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。以上をもちまして、全国縦断チャリティー釣り祭り in my car ダム、今年の開催のプログラム全て終了させていただきます。気をつけてお帰りください。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。全国縦断チャリティー釣り祭りメイン MC の立川しられです。今日はですね、前川ダムでの大会が今無事に終わりました。こちら毎年時期的にもかなり暑くなって、皆様の体調が心配だったんですけれども、こまめの水分補給と皆様の自己管理でもって、今事故もなく怪我もなく無事に終わりました。本当に参加していただいた方ありがとうございました。次回はですね、9月の29日、利根川での会場になります。そちらもなるべく多くの方に、お越しいただいて、抽選会などもありますから、まだ釣りが得意じゃないという方もですね、参加していただければ楽しいように我々を盛り上げたいと思ってますんで、ぜひお越しください。とにもかくにも今回お越しいただいた方、本当にどうもありがとうございました。ゴーゴー NBC。 次の開催は9月29日、利根川だって。みんな遊びに来てね。